はい、どうもゆうたです。今回はこちらの YR アドバンスさんのナンバーオフセットステイ、これ前期のモデルの説明書ですけど、こういう風にナンバーをちょっと上にしてくれるっていう感じですね。はい、一応ここから空気が入っていくんですけど、ラジエーターの方に一応このファンネルも両方つけちゃって、空気の流れがちょっと流量が少なくなってるような気もするんで、そんなね細かいんでそんなに変わるかって言われるとあれなんですけど、このナンバーをこの上にしてあげることによって、この下もうロアのダクトのところからさらに空気が入ってくれるということで、ちょっと冷却効果を期待してという意味でちょっと取り付けたいと思います。はい、じゃあ早速ちょっとナンバーをまず取ります。もともとちょっと僕裏にこういうのつけてるんで、これもちょっと取らないといけないんで、これはプラスで取れるのかな。取れた。うわ、ちょっと汚ね。ちょっとこうちょっと汚すぎるんでコンパウンドもやっておきます。ちょっとコーティングも落ちちゃったと思うんで、メンテナンスキットのクリーナーやって撥水させたいと思います。これですね、コーティングスバルの。本当はちょっと濡らした方がいいんですけど、よいしょ、濡らしてきました。はい、一応これで OK かな。はい、早速これつけていきます。で大丈夫だと思うんですけど、車検とかがちょっと NG かもしれませんっていうのは一応説明書には書いてありますね。で僕は一番上2段階あるんですけど、ハイとロー、ハイにしときます。あれもう一個レジあった。結構下向くからいいですね、これ角度がかっこいい。これでも結構高いですよね、このステーだけで送料入れると8000超えるんで、もう9000近いかな。なんでちょっと自分でステー買って自作ホームセンターでもいいかなと思ったんですけど、やっぱ既製品の方がやっぱね、出来上がりとか耐久性が違うんで、まあ高いけど買いました。はい、いやここすごいね、確保されて、ここの分だけ空気入るのを考えると結構これ効果期待してもいいんじゃないですかね。でナンバーの位置も結構かっこいいな、これいいね。いやこれかっこよくないですか、これ。うん、素晴らしい、最高です。はい、取り付けはじゃあ以上です。はい。